お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日はですね、はい、ちょっと代表が練習会でちょっと不在なんですが、はい、ですね、視聴者の方からですね、はい、ちょっとご質問をいただきまして、うんうん、今日はちょっと僕と伊藤さんの方でそのご質問にお答えさせていただこうかなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速伊藤さん、はい、お願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、代表率いるバックステージの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。髪の毛のことで質問があるのでよろしくお願いします。はい、カラーをしているのですが、トリートメントをしても若干きしむ感じがあるのですが、うん、トリートメントの量が少ないのでしょうか。はい、それともシャンプーが髪の毛に合っていないのでしょうか。はいはい、シャンプーはルベルのリコミントを使っております。はい、それでは代表率いるバックステージの皆さん、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、こういうコメントいただきました。ありがとうございます。はい、はい、ですね、今日のご質問に対してなんですけど、うん、まず、今現状のコンディションがどんななのかっていうのがわからないんで、何とも言えない部分もあるんですけど、はい、カラーもブリーチしてればやっぱりこう通常のカラーとはまたコンディションも変わってきますし、うん、一概にこうですとも言い切れないところではあるんですけど、うん、ですね、あともう一つは夏場だったんで、紫外線の影響とかもあって髪に負担がかかってるのかなっていうのもあるんですが、うん、あとお使いになられてるルベルさんのリコミントっていうシャンプーなんですけど、はい、うん、こちらの方は酸性石鹸系シャンプーの成分が主に使われているので、うん、頭皮や髪に対しての刺激という部分では少ないんですよ。優しいやつ、うん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 、なのですごくいいシャンプーをお使いになられてると思うんですけども、うん、やっぱりこう石鹸系という部分で、うん、洗浄力、洗う力っていうのは強いんですよね。落とす力って言えばいいですかね、うんうん、なんでこう洗い上がりはやっぱりちょっとこうキシッとした感じはするかもしれないんですよね、うん、それもあってかなとも思うんですけど、うん、シャンプー自体はでもすごくいいシャンプーなので、そのままお使いいただいても全然問題ないかなと、うん、あとはちょっとこうメントール、ちょっとスカッとする成分なんかも入ってるんで、うん、多少なんて言うんでしょう、そういう系のシャンプーだと少しキシつきみたいのが出やすい部分もあるのかなとも思うんですけど、うんうん、あとはですね、そのトリートメントをたくさん使った方がいいのかっていう部分なんですけど、うんうんうん、そこはこうそんなにいっぱい使ったから少ないからって言ってすごく大きく変わるかって言われると、そんなに大差はないかなと思うんですよね、うんうんうん、で今日はちょっと不在なんですけど、代表も言ってたんですけど、アウトバスをしっかりこう使ってあげるっていうのはすごく大事なことかなと、うんうんうん、シャンプー終わって、トリートメントしてドライヤーで乾かす前にそういったものをしっかり使ってあげると、うん、いうところはすごく大事になってくるんじゃないかと思います、うんうん、そうですね、なんか、はい、今回コメントでご質問をくださった視聴者の方なんですけど、はい、以前も、はいはい、その髪の毛のトリートメントについて、うん、質問のコメントくださっていて、はい、多分髪の毛のケアを結構ね気にされているのかなっていう感じがするから、うんうんうん、その時も代表も言ってたけど、はい、市販のトリートメントを使ってるようだったら、うん、少量で絶対に頭皮につけない、うん、そしてよくすすぐっていうのを多分その時の動画でもお答えさせていただいたと思うんだけど、はいはい、やっぱりその私もね髪の毛が長くて、はい、やっぱこうブリーチを使っている髪の毛なので、そうですね、うん、やっぱりどうしてもきしみだったりとか、うん、パサつき、あと引っかかりっていうのは出てしまうんだけど、うん、やっぱねどんなにトリートメントの量いっぱいつけても、はいはい、やっぱその髪の毛の長さに合った量っていうのかな、うん、そうですね、以前も言ってたけどこっから下、うんとか、うん、そういうのに合わせた量を、はいはい、きちんと使ってあげてしっかり流す、うん、でどうしてもやっぱりダメージ具合が結構進行しているので、はいはい、すすいだだけだとやっぱりこうきしみは出るし、うん、引っかかるんだけど、うん、
あのドライヤーする前のやっぱりアウトバス、洗い流さないトリートメント、はいはいはい、それ使ってあげることでだいぶそのきしみだったりだとか、うん、あのまあツヤも出るし、うん、コンディションもすごく良くなるので、うん、あの本当にね、洗い流さないトリートメントはすごくあの使ってほしいかなって思うのと、うん、通ってる美容室の方に、はい、うん、なんか自分のコンディションに合う、うん、そのアウトバス、うんうん、を選んでもらうと、教えてもらったりするといいと思う。そうですね。うん、やっぱり私たちはこれがおすすめだよっていうのはあるんだけど、はいはい、やっぱりその方の髪質だったりとかもあると思うから、う、ね、うん、担当してる、してもらってる美容師さんにちょっとあの洗い流さないトリートメントとか使った方がいいかなとか、そうです、ね、なんかおすすめあったら教えてくださいみたいな感じで聞いてみるのもすごくいいことだと思います。うん、うん、そうですね、うんうん、まあ、あと、まあ、あと最近で言うと、あの、まあ、うちなんかもそうなんですけど、例えばそのカラーをするときに、うん、まあ、一緒にトリートメントっていうのをこうしてあげる、うん、カラー剤の中に入れてあげるっていうようなトリートメントなんかもあるので、うん、まあ、その辺も含めてその担当していただいてる美容師さんにいろいろ相談してみるのもいいかなと思いますので、そうですね、そのお店お店でいろんな、うん、あの種類のトリートメントをはい、メニューがねあると思うから、はい、うちも何種類かはあるけど、うん、まあ、コンディションに合わせて提案させてもらったりとかしてるから、うんうん、とりあえずね一回担当の美容師さんに、そうですね、うん、相談してこんなこと悩んでるんだっていうのを聞いてみると、はい、いいと思いますね、うん、いいと思う、すごいベストな答えをくれるんじゃないかと思います、うん、そうですね、うんうん、もちろん僕たちもこうやってご質問いただければ、うん、こう答えられる範囲ではお答えしようと思いますし、うん、あと前にそのシャンプーなんかも、うん、ちょっとこう解説動画というか、うんうん、そういうのをこう出したことがあるんですけど、うん、その今ネットとかでもこう調べると割とそういう成分っていうのが割とすぐ探せたりもするんですよね、うん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 、なんでそういうのを見て、ああじゃあこういうシャンプーなんだなっていうことも探すことができるので、うんうん、なるほど、そう、そういうのもこう参考にしていただくといいかもしれないので、うん、ぜひとも、うん、はい、まあでもまた何か本当ご質問とかね、うん、あればこう気軽に入れていただけたらと、うんうん、思います。はい。はい。じゃあ今日はこんな感じのお話ですかね。はい、もしまた何かありましたらぜひ何でも言ってください。うん、ぜひぜひ気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。はい。はい。ではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。